お知らせします。この時間、亀山ジャンクションまでの所要時間は25分となっています。さて、伊勢道、伊勢西インターと伊勢インターにおいて混雑対策のため、9月20日から22日の8時45分から15時30分まで出口規制を実施します。また9月23日も伊勢西インターにおいて出口規制が実施される時間がありますので、ご注意ください。さて、伊勢湾岸道では10月3日から10月24日の土曜日に23時から翌朝6時までの予定で工事・夜間閉鎖を行います。10月3日は豊田南インターの出口と飛島インター・四日市方面の出口を実施します。ハイウェイラジオ朝日よりお伝えしました。午前1時現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに上り東京方面へ向かわれる方にお知らせします。この時間、豊田ジャンクションまでの所要時間は35分となっています。続いて下り大阪方面へ向かわれる方にお知らせします。この時間、亀山ジャンクションまでの所要時間は25分となっています。さて、伊勢道、伊勢西インターと伊勢インターにおいて混雑対策のため、9月20日から22日の8時45分から15時30分まで出口規制を実施します。また9月23日も伊勢西インターにおいて出口規制が実施される時間がありますので、ご注意ください。さて、伊勢湾岸道では10月3日から10月24日の土曜日に23時から翌朝6時までの予定で工事・夜間閉鎖を行います。10月3日は豊田南インターの出口と飛島インター四日市方面の出口を実施します。ハイウェイラジオ朝日よりお伝えしました。